はーい、大場久美子です。いつもはクーミンです。始まるんですけど、大場久美子です。えー、っとですね、皆様にお知らせでございます。えー、1月6日で私、61歳になります。<laughs> お誕生日なんですね。はい。で、いつもですね、あの、小さい時から、 大体学校っていうのは1月7日からなのではいあのお誕生会って、ね、やってなかったんですねそしてあのお年玉をもらうからもうバスではないねっていうことでなかなかお誕生会って小さいというかやってもらったことがないんですでまあ最近はですねいろいろありまして自分のお祝い事をするような,なんかそんな気分にはなれなかったんですけれどもえー まあ皆さんソーシャルディスタンスであのうんショーができなかったり講演会ができなかったり皆さんと生でお会いするチャンスがなかなかできなくなった今ですね YouTube をせっかく始めたので。生配信に 挑戦してみよううかと思うんです。ただね、あのー、私まだちょっと生配信の仕方をこれからスタッフに教わるんですけれども、えー、もしできたたらやりりいなと思っておりますで。多分6日の日はあの皆さんもお仕事が始まってらっしゃると思うのでお、あのー、仕事が終わった夜、まあ、30分か1時間か皆さんと生で、あのー、お話ができたらななんて思って てていいいまますすは考えさあどうなりますやらまたねあのブログとかフェイスブックとかであの告知をさせていただきたいと思いますのであのー、いつもねお正月あたり誕生日あたりはいつもブログお休みしたりフェイスブックお休みしたり私いなくなるんですね。<laughs> 意外とそういういいの苦手で <laughs> はい、なんですが今回はなんとお誕生日当日。 一月六日、二千二十一年一、えー、月六日の誕生日の私の誕生日の夜に生配信ができたらいいなーっていうふうに考えています。またね告知させていただきますので、えー、よろしくお願いいたします。いつも、えー、ブログ、フェイスブックにお立ち寄り本当にありがとうございます。そして。 YouTube 覗いてくださって本当にありがとうございますあの登録者の皆様も本当に毎日あの増えていてもう本当に感謝で感謝ですごくありがたいですあのうんノーカットで <laughs> ワンカットで編集なしであの私がねまだそういう技術が何もなくて携帯で撮って撮って出しをさせていただいてますけどもあのコツコツと 自分のそうです、ね、配信をこれからもやっってていいいいけたらいいなと思っていますそしてまたねあの私も取った資格の中で少しずつ、ね、お話しさせていただくことで誰かのお役に少しでも立てたらいいなとも思っていますはいそれでは2021年1月6日生配信ができたらいいな。<laughs> というお知らせでございましたそれではまた告知させていただきますのでありがとうございますありがとうございます